フレットを磨いていきましょう。マスキングをする必要があるんですけど、僕はね、本来はマスキングなんかはですね、しないでもそのままもうガザーッとやってしまうんですけども、まあね、結構前に出した動画で何をやっとるんだみたいなお叱りを受けたりしたので、まあ今回はね、まあ一応ちゃんとした手順を踏むとなるとマスキングもした方がいいよっていうことで、その作業様子をお伝えしていこうかなと思います。今回ね、マスキングのその幅をね、3種類用意したわけなんですけれども、やっぱね、フレットによってその間隔がね違うので、細いものを、広いものを用意した方がいいのかなっていう感じですね。今回その 1.2mm のものしかなくて、でフレットの隙間自体はね、一番細いというか幅のないところで1センチ、俺今 何ミリって言った、12ミリのものしかなくて、それだとちょっとフレットにかぶってしまうんですけど、まあ、そこはちょっとうまいことちょっとね、折ってフレットにかかるようにしてください。1ミリじゃない、10ミリのフレッ、なんだ、マスキングテープもあれば、そっちの方がいいと思います。これはね、ギターが変わっても、そのフレットの間隔はどれでも一緒なので、それでいいです。ちょっとここ、折らなきゃならないのがめんどくさいね。僕は、普段はマスキングはしません。2種類でいいや。1センチと 2.4、2つでいいや。それで足りるもん。3はいらなかったな。それを結局ここで重ねるしかないからね。いやー、こんなこと したことないよ、俺。初めてするかもしんない。見てる人がいるってのは偉いことですね。自分で やるときはこんなこと絶対しないからね。よそ行きの作業をしております。でも、やっぱこうやってね、手間を惜しまずにやると、その後の作業が楽ですね。なんかいろいろ落としてますけど、やってみればそこまで難しい作業ではないな。面白い。はい、できました。こんな感じ。フレットだけのね、こう見えるような状態にしてあるって感じですね。素晴らしい。そしたらフレットを磨いていきましょう。今回ね、用意するのはそのスポンジ、サンディングスポンジです。800番から磨いていきましょう。このスポンジだと山の形にね、こう沿った取ってくれるので、すごくこう見てても綺麗に磨けてますね。こう言うてもこういう形をしてるので、紙やすりそのままだと多分ね、削りにくいと思う。横の方は削れないだけれども、
このタイプであれば、その山の形にね、沿ってくれるからね。これは便利だな。いいぞ、綺麗になってるぞ。これおすすめだな。これは一家に一台あった方がいいな。フレット磨きね、結構ね、今まで大雑把にやってたんだけど、やっぱこのマスキングするのはいいな。大人なんだからそこら辺の手間は惜しまずにやるべきだな。うん、やりやすいもんね、こうやって。で、削れた後のものが指板につく心配をせずに済む。800番だと多少こう錆びててもやっぱ落としてくれますよね。うん、錆びが結構進行してると結構大きく浸食しちゃってね、奥の方まで錆びが進行しちゃってると結構削らなきゃならなかったりするんですけど、800番ぐらいであればいい感じで削れると思います。でもあまり削りすぎないで、結構簡単に削れるやつらしいんですよ、このフレットっていうのはね。で、一応荒削りが終了した感じですね。見てわかるかな。ちょっとね、わかりづらいかもしれませんが、ちょっと別カメラでも撮っていきましょう。こっち側からだとですね、光が当たってこんな感じになっております。はい、やっぱりね、山の形に沿った上で、削れるので、スポンジタイプはかなり有効ですね。綺麗だよ、だいぶ綺麗だよ。でもこれまだ表面はピカピカっていうわけじゃない。金属の新しい面は出てるけどピカピカっていうわけではない。で、番数を上げていきます。これで2000と3000、片方が2000で片方が3000って感じらしいです。こっちが2000だな。これで鳴らしていく。だんだんに番数を上げていく。なんか気持ちいいんだけど、ああ、もうだんだんちょっと磨けてきてますね。これがね、綺麗になるとね、気持ちいいんですよね。これでもう十分だろう。3000ってみましょう。いやー、だんだん艶が出てきましたよ。艶が出てきましたよ。楽しいね。はい、そしたら今度はこれが4000、6000、1万っていうやつですね。ペラペラ、ツルツルの方とザラザラの方と、これで4000番。おお、輝いてきたかも。4000までいったら次はコンパウンドでいいかもしんない。おお、輝いてきたかもしれねえ。輝いてきましたよ。
今の状態を見せましょう。はい、4000番で磨きました。こんな感じです。さっきと比べてもだいぶ違うよ。こんな感じです。はい、でこっからさらにコンパウンドを使っていきます。はい、こちらコンパウンドの細めタイプですね。車用品のところで売ってたんですけど、まあこういうペーパータオル、クラフトタオルでもいいし、使ってないあのタオルとかでもいいと思います。これをつけて、こんな色してる、見えないか、薄い青いというか緑というかそんな色、これでこう磨く。ちょっと待ってね、独特の匂いがするけど、おお、おっと、これは本来の輝きを取り戻しつつある。4000番からのコンパウンドであなたのギターもピカピカに。よいしょ、結構力を入れてゴシゴシやる必要はありますね。あい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 、ああでも、もう輝いているもの、輝いているもの、あなた、よいしょ、おお、すごくないこれ、おお、仕上げ。ここが黒くなればね、やっぱそれはコンパウンドがついてるっていうことなんですけど、仕上げで拭き取る作業は必要。おお、なんかすごくね、え、めっちゃ綺麗やん。めっちゃ綺麗じゃないこれ。すごい。見えるかな、まあそっちで見えないかもしれません。別カメラでもう一度。はい、こんな感じです。コンパウンドで磨きました。いかがでしょうか、この光の感じ。もう全然違うよね。はい、これで OK でしょう。外していきましょう。外してですね、最後はあれです、あまり、あ、エアブラか、あれでちょっと指板もね磨きたいかな。まあ、磨くというか、実際的にはエアブラっていうのは木工の木のね塗装に使われるものです。実際は、うわ、もうちょっと剥がしやすいようにくっつければよかった。まあ、本来指板そのものは塗装する必要がないところではあるんですけれども、あのあれ、お、レモンオイルか、レモンオイルで磨くのが本来なのかもしれないけど、今回ねそれを切らしちゃっててなかったので、それの代わりとしてエアブラを使います。なのでちゃんとやりたい人はレモンオイルの方がいいかな。結構めんどくせえなこれ探すの。めんどくささが、いやでもこの作業、マスキングテープを貼る作業は、いいですね。しないとやっぱ金属をこうね
削るわけだから、この何つうの木目の中に、ね、金属が入り込んでしまうわけですよね。コンパウンドだと特にそのコンパウンドの細かい粒子もね中に入っちゃって白く残っちゃうみたいなとこがあるので、やっぱこういうのはやった方がいいかな、うん、今までちょっと面倒くさがってねやらなかったんだけれども、うん、なんか今回改めてやってみると、うん、それはそれでいいものだなっていう感じがします。はい、端っこを出しとけばいいんだよな。そうすればこんな風に、はい、OK。 で、今の指板の感じを一応見ときましょう。まあ、これぐらいの感じですね。まあ、このままでもいいんだけれども、油を塗っていくと、どうなるかってことですね。ちょっとね、そちら側からのカメラではちょっと、感じまではなかなか伝わらないかもしれませんが、あ、結構汚れてるみたいですね。黒くなる。エブ、エアブラ独特の匂いがするね。この作業はちょっとね、エアブラそのものなので、むしろ指板を塗装してる作業になっちゃってるんだけど、まあ、悪いことではないと思うんですけどね。うん、はい、ついでにここも、サドルの方も。艶出しみたいな感じで塗ってみます。はい、でちゃんと拭き取って、余分な分は拭き取る。ここなんだろう、穴が開いてるな。こういうのは本来は検品でメーカー、大きいメーカー品だと弾かれる可能性あるけど、まあ、小さいメーカーだとそのまま出ちゃうんですよな。はい、終了。こんな感じになりました。こことここにちっちゃい穴が開いてる。こういうのは多分ね、大きいメーカーだとボツにされるかもしれない。いかがなもんでしょうかね。フレットのツヤと、さっきの方がむしろテカってたか。ちょっとね、油が入ったのでむしろあれかもしれないけど、まあこんな感じで仕上がりました。はい、そんな感じで全ての作業が終了しました。この指板とかフレットの感じもすごくピカピカなのが、そちらのカメラでも確認できるかなと思いますが、いかがでしょうか。はい、実際に音を出してみましょうかね。はい、
そんな感じです。めっちゃ弾きやすいです。Bm7 とかにね、バレコードをポンといくような感じでもうスッとこう音が出せる。弦高が高いとね、よっしゃ頑張って押さえるぞみたいな感じで押さえないと押さえれなかったりするんですけど、もう何も考えなくてもスッと一発でこう出せるっていうのが素晴らしいと思います。そんな感じでですね、500円で買ったギターも本当に、使いやすいギターに生まれ変わりました。僕の動画でね、高いギターはなぜ高いのかみたいな動画で、そう素材の良さとかね、作り手の良さみたいな感じでそのギターの値段が変わるっていうような話もしたんですけれども、安いギターもね、こんな風にこうセッティングをきちんと出してあげる、弦高を適正にしてあげたり、ネックをね、まっすぐにしてあげたりっていう、そういう作業の一個一個をね、丁寧に積み重ねることで、ギターの本体自体は安いかもしれないけど、道具としてのクオリティを上げるっていうことはできると思うんですよ。まあ、今までのね、その一連の作業が、そのギターの道具のクオリティを上げるっていう、のをお見せできたのかなと思います。もう本当に弾きやすいです。押さえやすい。F シャープ、C シャープマイナー7あたりの、こう弦高も弾きやすい。なんなら、私が持ってる中で一番いいセッティングを出せたんじゃないかなぐらいのね、今感じなんですよね。うん、もうね、調整が完璧なギターってね、もう見た段階でもう分かるっていうのがありますね。うん、よく我ながらよくできたと思います。皆さんもね、ぜひ、こういう風にですね、アコギのセッティングの出し方っていうものもね、いろいろこう試してみると面白いんじゃないかなと思います。道具としてのクオリティを上げる、まあ、ギターにはその高い安いっていうのはもちろんあるかもしれないですけれども、高いからといって、道具としてのクオリティが高いかというと、またそれもまたちょっと違う、っていうこともあったりします。むしろ安くても調整が完璧であれば、やっぱそれはギターとしてはすごくいいギターだと言っていいと思うので、安いギターは、それ以上のことはできないかもしれないけど、やっぱ道具としてのクオリティを上げることで、高いギターに勝るとも劣らないいいギターになってくれると思うので、ぜひね、この動画を参考にしながら、ご自身のギターも調整してみると面白いんじゃないかなと思います。今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご覧いただいてありがとうございました。ではさようなら。